え、今朝は宮城県の北東部にあります、気仙沼市からお送りしております。え、そして有楽町のスタジオ、今朝のコメンテーターは、数量制作学者、高橋洋一さんです。高橋さん、おはようございます。おはようございます。はよございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。総務省接待問題、NTT が特別調査委員会を設置。 NTT と NTT データは昨日、沢田社長らによる総務省幹部らへの接待問題で、事実関係を明らかにするため特別調査委員会を設置したと発表しました。総務省による調査の中間報告では4件の接待が明らかになっておりますが、他にも違法な接待をしていなかったか広く調べるとしております。 えー、NTT の澤田純社長らと総務省幹部との接待について、まあ、総務省の内部調査では4件出てきたということなんですけれども、<う>さあ高橋さん、これ、どうご覧になりますえとな、まあ、総務省っていろんな権限があるんですけどね、あの特に電波行政っていうかね、通信っていうのが、はいまあ、あるんですけど、えーまあ、それ、その会社数、そんな多くないんでね。 あの <laughs> その所からも調べた方がいいんじゃないかなと私は思うんですけどね。なんかなんであの要するに接待した方が調べるのっていう。それそうするとこの NTT だけに限定されるんですよね。うん。だからその所からあの調べればだってこれあの公務員の倫理法違反っていうことで公務員の方の問題なんですよ。これね NTT の方の人から見る、うん、から見ると。 実は、はい、な何にもその、な何にもないって言っちゃいけないけど、法律上の話すると、<ー>ないんですね。はい、あるとすれば贈収賄なんだけど、贈、はい、収賄っていうのは、大体送ったのともらったのって両方捕まるんですけどね、うん、あの、はい、まあ、これは接待っていうのは、その利益の供与っていう形で贈収賄になりうるんだけど、ただでも、それって100万円なんですよね、大体。 まあ、これ相場があるんですよ。あの、立件されるって相場がね。それ、私ら、あの、ほら、大倉省スキャンダルってんで、そういうのすっごく何回も経験してきて、みんなこのくらい接待してるから、これ捕まえるよとか、そういう話してきたんでね。結構それはね。なんとかしゃぶしゃぶの時ですね、うん。そうそう、それは結構知ってます。だから、これね、増収はに多分ならなくて、普通の送ってるっていうか、利益供与してる方から見ると、単なる、まあ、接待ってんで終わっちゃうんですよ。接待って別にどんな企業でもあるじゃないですか。 贈収は言って、たぶんこれ、金額はならないですよね。それっ利害関係者と受けると、それは公務員の側の法律に引っかかってくる全くそう、だからこれ、倫理法できたのは、大蔵省スキャンダルの後だったから、私なんかはその倫理法できる過程とか、その前の事件知ってたんで、もう割り勘っていうのは、はっきり言えば常識ですよ。 り勘にすれば接待じゃないから大丈夫と、それだけ。うん、あの時も、結局、その、ま、当時、金融行政を扱っていた総務省、あごめんなさい、大蔵省の、ま、人たちっていうのが、ま、うん、ある意味、許認可権があって、それに対して各企業が、情報を取ったりとか、うん、あの、自分にとって有利にするためにっていうことで接待合戦が起こったと。<う>今回のこの総務省の構図っていうの、その部分は、<laughs> 同じような構ことです <laughs> ですよ。<laughs> で、規制の話で言うとね、うん、総務省の規制の強レベルっていうのは、はい、役所の平均的っていう感じなんですよね。うんだから別にこれはある意味で、あの、公務員っていうか、こう,こういう風な危機感がない役所にはありがちっていうかね。はい、まあ、あの、多分これ財務省と金融庁の人って聞いたら、なんで割り勘しなかったのと思うくらいの話なんですよ。 でもおそらく、私も総務省に2006年の時に総務大臣補佐官店で行ってたんだけど、はい、まあ正直言ってちょっと驚きましたけどね。ねまああの、えっと、放送関係の人が、まあ接待要員とおぼしき人が記者と称して、まあ来てたんでね。 うん。うん。かなりまあ、波出できちゃってあれ、あれですけどね。まあ、あの、そういうのは、やっぱり電波行政とか放送行政やってる時に、なんか情報を取りたいっていうことなんでしょうね。だから、その意味では、接待っていうのが結構、まあ、その当時は状態化してたような感じはしましたよ。 ああ、あの、記者っていう立場だと、これ、取材者は利害関係者にはならないということになる<う>ということなんですが、その職務上の動きっていうのが、じゃあどうかっていうところは、まあ、今後これは、<う>あの、結構、市民団体が告発なんかしてますんで、警察またはなってくるんですかね。うん、そうでしょうね。あの、記者は一般的には利害関係者じゃないって言うんですけど、実は、あの、 そういう職務の書くことをやってたら、利害関係者では、うん、利害関係者になります <laughs>。うん。私はそれ認識してたま,ましたよ。ああ<ー>。総務省にいただやっぱその辺っていうのは気を使ってました総務省においらっしゃった時も。えっとね、他の人は気を使う。私気を使ってた、結構。<laughs> ああ<ー>。これはちょっと、取材と称して言ったら危ないかなっていうふうに思ってましたよ。えー、うーん。 僕よく分かんなかった、ね、そういうでもねなんとなく権限がある分にはそういうところがあるってことだと思います、うん、おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です 今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。まず株と為替の値動きです。9日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ30ドル30セント高い3万1832ドル74セントで取引を終えました。 ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は464.66ポイント上がって1万3000飛び73.82でした。一方円相場は1ドル108円50銭付近で取引されております。えではこの時間取り上げるニュースこちらです。GoTo イートのポイント期限の延長を検討。GoTo イートポイント事業におきましては 予約を入れる期限については現在、3月末までとなっておりますが、国としては予約を入れる期間を一定期間、まあ、最長では6月末までの範囲内で延長することができないか、答えを検討いただいているところであります。 野上農林水産大臣は昨日、新型コロナの影響で売り上げが落ち込んでいる飲食業界の支援策、GoToEat のポイント付与事業について、ポイント利用のための予約期限を3月末から6月末までと延長する方針であることを明らかにしました。有効期限が3月末のままだと、付与されたポイントのうち30億円相当のポイントが利用されずに失効する可能性があるということです。 えー、オンラインで予約すると、次回以降使えるポイントが付くというね、え事、ー、業で、うん、確かにポイント貯まった分どう使うよっていうような話が結構ね、言われておりました。うん。 そうですねこれ、はい、まあ、役人的には予算使いたいっていうのが裏側にあるような気がしますけれど、ええまあ飲食が大変なのもまあ一方で事実ですからね、はい、いろいろと消費が落ち込んでたりして、だから苦肉、はい、の策なんでしょうけどね、で,でもう,うまいこと管理しながら飲食をするって手もあると思うんですけどね。 あのまあ、感染予防しながらですね。そう。あの、うん、最近のとこ行くとあれですよね。みんな席半分にして、向かい合いにならなくてするとかね。はい、うん。いろいろ工夫してますよね、みんなね。うんうんうんで。黙って食うというね。黙食なんてことはあったりとかね。黙って食事して、一人で黙って食事したら何も悪くないですよ。<laughs> うんいや。大人数で言って大騒ぎするっていうと、問題なんですけどね。 だからこれはやっぱり、あの、ポストコーナーも睨んだね、あの、なんか生活なんかを変えるって意味でも、まあ、うまく管理しながらやるって手もあるような気がしますけどね。うん。緊急事態宣言で、まあ、8時でね、お店閉まるっていうことになってますけれども、うんええ、いや、だからといって、その、じゃあ、昼ならいいじゃんっていうことで、昼にどんちゃん騒ぎしたら全く同じことで、<laughs> で夜10時、11時だろうが黙って食べてれば、そ,<う>そっちの方がよっぽどリスクが低い。うん。 一人で黙って食べる、もしくは二人で行っても黙って食べるっていうことであれば、問題ないですよね、はい、うんほとんどしゃべって、その時にそ<う>あのまに、あ、妻が飛ぶっていうのが一番あれですからね、問題なんですよ。ところが、緊急事態宣言は延長されてしまったし。 うん集まっちゃいけないとかね、なんか確実的になんかそういう風にするっていうよりか、はい、もうちょっとあのコロナの話があの最初わかんなかったんでね、いろんな規制、ええ、は必要だったと思うんですけれど、もう今やかなり分かってきてるわけですよ。だから最初なんかあれですよね、うん、マスクもいらないなんて言ってましたけどね、それとんでもない話だったですよね。ありましたね。<laughs> マスクして喋らなければあんまり問題ない。っていうことなんじゃないですか。うーん,うーん でこれね、なんか、あの、数字としては、その感染者数だとかっていうのも、まあ、下がってきていた、当初の目標はクリアしていたけれども、うん、緊急事態宣言は延長をされてしまったっていう、まあ、これ、経済の影響も含めて、えー、っていうふうになった方も多いかもしれないと思うんですが、ね。私まで科学的には分からないですね。あの、普通に考えると、えー、っと、最初に1月の時に、ステージ3になったら解除するって言ってたのに、ステージ3になっても、はい、なんかステージ3になったら、ステージ2まで 訳とか,かんなくなっちゃいましたしねあとね東京都の方でねベッド数が急に増えたりとかねああいうのデータベースの,、はい、あの仕事をしてる人から見たらもう混乱しますねはっきり言うとうそうするとねああいうふないろんなあのデータが変更になった時には実は意思決定ができなくなるんですよね意思決定ができないから、まあ、解除っていう意思決定ができなくて延長しちゃったせざるをなかったのかなと私なんか思いましたけどね あまあね、あれも500兆から1000兆にポンと増えたっていうの、うん、えー、どうしてっていうのは、ね、どうして、あのまあ、基準が違うなんて言ってましたけど、それじゃあ、あの、はい、他のデータはどうなのとかねで、もしこれで解除するって意思決定したら、うもう基礎データどうですかって言われて、東京とか出てきてるの全部聞かれたらね、多分分かんなくなっちゃいますね、うん説明ができなくなるんで、んこういう時に意思決定ができないですね。ええ、うんそうすると、まあ、現状維持をせざるを得ないと。そう,そうせざるを得ない あの現状から変更するときに説明責任が引っかかるんですよ、はい、でも現状から変更しなければ説明しなくていいって、うん、そういう非常に消極的なあのスタンスにな,りが、うん、なっちゃう可能性なあるんですよね、こういうデータの話されるとです、ね、データの変更になると、そういうことがありえますね。うんうん これは東京都から出ているデータと厚生労働省が出しているデータに相互があったと厚生労働省側はちゃんとしたデータ出せて結構前から、うんえー、要求していたなんていう話もありましたけれども、うん、そうすると説明責任は都側にあるという,うそこでそうですよ。で、他に、他あの、一般から見るとね、その解除したらね、このデータ大丈夫、このデータ大丈夫って言われるじゃないですか。 はい。それが、たまらないから、実は意思決定しないっていうふうに、役人ぐらいだと思っちゃいますね、はっきり言って。そういう。うん。でも、政治家ですよね、トップは。でも、やっぱり東京都の方から、これこれこういうので変えましたっていうのは、まあ説明はちょっとありましたけど、他のはどうですかとか、大丈夫で他のはこうなってますっていうことを言ってくれないと、ちょっとなかなか大変ですよね、これ。こういう、こういう話はね。 厚生労働省からまずわからないですよ、きり言ばあの要するにデータが出てるのは東京都の話ですから、東京都の方向ではまずきちんと説明してもらわないとあの、ちょっとなかなか他の人には納得がいきにくいです、これ。う まあ、それでね、影響を受ける飲食店だとか、宿泊サービスっていうのは、相当これ打撃を受け続けますよね。そうですね。だから、こういうデータベースの話ができなくなって、感覚っていう話が中心にな,りずならざるをないんですよ。そうすると、以前のね、えー、あの、はい、豊洲の安全基準はクリアしてるけど、安心じゃないっていうわけのわかんない話に近くなっちゃうんです。はい。もうお気持ちの部分になってしまう。お気持ちになるとわかりにくいんですよ、はっきり言うと。 だからまあそれぞれ違いますもんね,個々人でね、うん、業者の方もあれですよね、予見可能性っていうのはなくなって、すごく不安になるパターンですね、これはうん、その不安でお店畳んじゃったりっていうような人たちが出てきても、おかしくないですよねいやだって、先が見えないとそうなるでしょ、先が見えてれば、いろいろと頑張れるというのがあるじゃない、ありますけどね、先が見えないっていうのは最悪ですよね、うん、だって、被災地でってそういうの、よくあるでしょ、こういうのって。 先が見えないというのが一番大変だっていうのがうん、で、えー、そんな中、まあ、世界の方の経済の見通し、先の部分なんですが、2021年の世界成長率は情報修正5.6%にということが、OECD ・経済協力開発機構から昨日発表されたということであります。これは年の後半に回復していくぞっていうのが見えてきたということです,かそうですね。 あの実は私って、こういう話、ずっと前からし、あの、半年ぐらい前からしてるんでね、ええあ、そういう意味では全然不思議じゃないんですよね。だから、そういう予想があるから、今までは株価上がってきたという話なんですけどね、もう予想は予想通りいくか、ひょっとしたら、この予想はまたちょっと下方修正されるかもしれないかっていう話にもなりがちなってる状態だと思いますよ。うーん、まあでもこれも、ワクチンですよね、うん、そうそう。そ あの大体、行動制限がなければ景気が回復するっていうのは結構簡単な話なんですよ、要するになんで今、景気悪くなったかっていうと、行動制限があったりして消費が落ち込むって、それだけの話ですから、それがなくなれば回復するっていうのは、当たり前といえば当たり前なんですよね。 うん。で、まあ、確かに、あの、GoTo ト,トラベルの時なんかも、この、まあ、東北、三陸のあたりも、いや、あそこでちょっと光が見えたんですよっていう観光事業者の方たくさんいらっしゃって、うんで、やっぱ、あの、渇望されてる方は多いですよね。大体、いいあの、GoTo、うん、ト,トラベルによる移動っていうのは、全国民の移動の1%ぐらいしかないんですよね。 だから、あれが原因で感染が広がるっていうデータを出すのはすごく大変なはずなんですよ。うん、でも、だから、それで結果的になんかいろいろ雰囲気で言われたから、まあ、とりあえずやめてみましょうっていうのは、はい、あの、この間前の決定だったんですけど、でもやめても全然関係なかったでしょ、えー、っていうのが。はい。<え>うん、要するに感染とは関係ないでしょっていうのは結構示されてるんですよね、もうデータ的には。うんうん にもかかわらず、いまだに空気が支配するっていう、この意思決定ですよね。まあ、雰囲気なんでしょうね、これはね。だからデ、うん、データではっきりしてたら、それはやめる方が正しいんですけれど、でも、あれで、とりあえずやめてみた。はい、でも、感染は全然収まらなかったっていうのがあるわけで、そうすると関係ないと読むの普通ですよね。うん、何か10年前のね、福島の風評被害とかもそうだし、うん、変わってないんですかね。 データがきちんとあるかどうかっていうのはポイントですね。う,ん,うん。そこが土台の部分があやふれやるともうどうしようもないじゃないかっていうことになりますね。うん、私一応数秒政策学者ですから。うん、<laughs> そうですよね。は <laughs> い <laughs>、えー。え高橋洋一さんとお送りしてまいりました。<laughs> 日本総読の方、この後も高橋さんにお付き合いいただきます。 えー、今日はあ宮城県の気仙沼市に私おりまして有楽町のスタジオとつないでお送りしております、えー、だいぶう明るくうなってきましたねちょっと今日は雲が多いのかなという感じですが、えー、スタジオには新業アナウンサーもいます今日は暖かくなるんだねそうなんですよあの今は12度くらいなんですけど日本放送屋上の温度計で東京都心は19度の予想になっていましてうん、うん、4月中旬並みだとポカポカ陽気ですね<ら> <laughs> コートいらないねあ。コートいらないです。日中は本当上着いらないぐらいの陽気になりそうですよ。ほう、こちら気仙沼今日の最高気温は9度ということ。<ー>やっぱり日本は広い長いなという感じがいたしますが。<laughs> さあ、では続いて教えてニュースキーワードです。復興の基本方針。 政府は昨日、東日本大震災の発生から明日11日で10年となるのを前に、来年度からの新たな復興の基本方針を閣議決定しました。復興庁の設置期間を2031年まで10年間延長し、来年度からの5年間を第2期復興創生期間と位置づけます。 やっぱりこのニュースというのは地元では非常に注目度が高いというところで、地元、あの宮城の新聞社ですが、河北新報今日の一面トップは、この復興基本方針の決定と、その中身、二重論対策が終了するということが見出し一面トップとなっております。うん えー、10年が経つわけですけれどもまあねえー、財源等々もいろいろ議論がありますが三十、えー、日余りのお金が入ってというところですがねえー、これはもう国としてやらなければいけないことだま,まあますねインフラ関係ですからねまああの、うん、やらないとだってそれを整備するのが国の役目ですけどねあの、うん、この 32兆円でないろいろとコストベネフィットとか言う人もいますけれどね、ある程度も仕方がないと私は思いますけどね、こういうのはね。ある程度積まないといけないとい。積まないといけないし、だからどちらかというと、今後のことを思うと、実はあれですよね、もうちょっと事前にやってた方が良かったなっていうのは多いと思いますけどね。はい あのどうせ、うあのいつかあの首都直下型とか、あの南海トラフっていうのは、はい、多分っていうか、それは今までの歴史から見ると、まあ、今後30年とか50年ぐらいでもうまず起こるっていうレベルですよね。 でそういうようなことを考えたときには、そうするとインフラ整備っていうのを徐々に徐々にやってって、なるべく減災するっていう、あの、再現再あの災害を減らすっていうのが多分正しいと思いますよね。それがトータルのコストを実は低めるし、あと安全っていうかね、あの人の命を救いますよね。はい、だから、正直言うとあれですよね、東北でもうちょっとインフラ整備してたらもうちょっとあの、助かったんじゃないかなっていうふうな思いが私には強いですね。あの、後の復興なんて当たり前のこととして、 だから事前の話が重要かなっていうふうに思、いつも思ってますけどね。はい、うん。まああの後ぐらいから国土強靭化という政策テーマが出てきて、うん、で、そこにまあ、えー、防災減災というところ、えー、事前防災なんていう話も出てきました。えー、まあそこにこう予算も、どうですか昔よりはくっついてきた。 うん、くっつけなきゃだめだと私は思ってるし、うん、それであの、国土交通省なんかには、実はその高級事業の採択基準点で、はい、あのコストベネフィット分析ってありますけれどね、それの実は割引率っていうのが結構、採択基準にすごく影響を及ぼすんですよ、でこの割引率っていうかね、まあ、あの金利みたいな計算がその中に入ってるんですけど、その金利と置き換えてもいいんですけどね、<ー>金利で4%っていう基準で今でもやってるんです、はい 私と違うだろうと、はっきり言って、世界の中ではこういう基準っていうのは、市場金利を見ながら毎年変えるっていうのは当たり前なんですよ、でそれで普通に計算しますと、多分今、0.5とか1なんですよ、でその最短基準を変えるだけで、公共事業は3倍ぐらいになるんですよね。だからそ,にそうすすべきでしょとままず思いますよ ううん。確かに4%の利回りを市中で求めたら多分ほとんど。それは無理やらないぐらいです,、ね、ですよ。無理ですよ。こんなもん。な、なんでで、で、この基準が15年以上据え置きなんでね。私が国交省にいた時に作ったのが最後だったって、ね、はい、びっくりしましたよ。 ほう。本当に驚きました。んこんなの毎年変えるんじゃないかなと思わず言いましたけどね。もう全然思わなかった。えーえー、ずっとそのままだったの。本当に信じられないって。信じられない。今の信じらんないんで、うん、国土交通省の人は年中言ってます、これは。 はあ、じゃあ、この4%の割引率で考えると、よっぽど利益が上がるような仕事じゃない限り、公共事業はできないという理解でいいですか、うん、そうですよね、だからありえないでしょと、だからそれは逆に言うと、やるべき公共事業を抑えてるっていうふうに見えますよっていつも言ってます。 うんしかも、あれですよね、4%の利回り見込めんだったら、公共事業やんなくたって民間がやりますよね。当たり前ですよ。だから全然基準が違いすぎる <laughs> だから、あの、なんかこの手の話ってね、毎年変えるのが当たり前なんですよ。毎年金利が変わるんだからと。それを変え、はい、15年以上変えないってのは、私にはもう理解不能です、これは。 これ、そのベースとなるのは、うんあの、経済の見通しであるとか、あるいは長期国債の利率とか、そういうことになりま全くそうです。だから普通の国なんかは、見通し、経済の見通しはほとんど関係なくて、もう長期金利から機械的に計算する、ええそのレベルの話です。ああ<ー>。か確かにそのために財源として建設国債とかもあるわけですよね。だ、うん、からもう、この話ってる理解不能になっちゃうんですよ。 本当にね、いくらなんでも15年も末を着てないだろうっていうレベルなんですよ。はい、うーん、その間にはリーマンショックも挟まったし、東日本大震災もあったし。本当に不思議でしょうがない。<laughs> <ー>で、本当に海外はね、大体機械的に毎年見直すです。ああ、なるほど。34!34、うん、<陽>なのにで、ね、言っても全然聞いてくんないよと。 <laughs> やっぱりここはアドバイザーっていうことなんですか、でもこういうのはやっぱり言い続けなきゃいけないですかそうで、こういう、ね、番組でも言ってね、あと国会、質問こういうの聞いて国会質問する先生もいるんでね、ああ、なるほど、うん、そうすると、国土交通省、答えられないんですよ、うまく。<laughs> あでもやっぱり、なんかのど元すぎればみたいな感じで、その答弁やりきりゃいいやっていうふうに思うわけですかで答えられないから、何回でも質問できるぞって言ってる <laughs> ああ、なるほど、なるほど。うん だからそういうところからやっぱりベースの部分直していかないともう現場の政策っていうのがどんどん歪んじゃうんですねおかしいでしょだってその基準だけでね、うん、今5兆円6兆円レベルがね10兆以上になるってことになったらだいぶできるでしょうんえー、今日のキーワード復興の基本方針でした続いては「ここだけニューススクープアップ」ですこのの時間最後ニューススをプアッ東日本大震災から10年 宮城県気仙沼市の今とこれから明日3月11日東日本大震災から10年を迎えます今朝この時間は宮城県気仙沼市の街づくりについてリポートしてまいります6時台にもですね気仙沼市で取材した模様をお伝えして、えー、まいりましたあのー、このね、えー、震災というものまああのー 犠牲があり、そして町も破壊されと悲しいこといっぱいあった。でも、そこで出てきた、その復興財源であるとか、いろんな企業の支援だとか、産業支援の枠組みであるとか、あるいは予算がついて道路ができるであるとか、そういったことをこう、チャンスに変えて、 新しい街づくりをしていこうという、ま、概念的な話をされていらっしゃいました。で、メールも様々いただきましたが、え、市川市のラジオネーム、鉄わん子さん、気仙沼は義理の姉の実家です。兄との出会いの場でもあります。高台などで家に被害はありませんでしたが、駐車場の車は被害にあって、当時購入もなかなかできず、私の高校時代のバイクを持っていきました。愛用の塩辛メーカー、気仙沼のオノマンですと。 こういうふうにメールもいただいております。まあ、水作業のね、非常に盛んなところで、あの、イルカが乗ってる少年の絵が描いてあるですね、えー、塩辛なんていうのが、スーパーでも私も見つけるとね、えー、買ったりなんかも。 するんですけれども、まあ印象残ってる方も多いかもしれません。まあそんな町をどう復興させていくのか、そこで中心となるのが人づくりなんだという話を六時代に聞いていただきました。で、どんな思いで進めているのか、具体的にはどんな取り組みが進んでいるのか伺いました。お聞きください。今町づくりっていうふうに言うときに、はい、町ってひらがなで書くじゃないですか。書きますね。何であれひらがなで町づくりって書くかって、うん、町っていうのは 境なんですよだから境をどう決めるかっていうのが街づくりで街って書く街って何かって、えー、ハード系なんですよあ<ー>なんか学校どう作るか道どう作るか橋どう作るか、えー、で平原の街って何かっていうと人と人のつながりをどう作っていくかっていうのが今平原で書く街づくりであってケセのマの土木会社がインドネシアで道路を作り始めましたとか出資をしてそっちで合弁会社を作ってってというのが。 技能実習生がインドネシアから気仙沼に入ってきてきるんですよで、えー、日本でそこの土木会社で道路作りの技術を学ぶわけですよねでここで技術を学んだその人達がインドネシアに帰ってその技術を活かしてアスファルト再生産の道路を作れるんですよあとは専業農家が生姜を作り出したんですよななんでなんでで生姜すかって聞いたらうん、うん 気仙沼に魚上がるでしょう。って、<う>臭み消し生姜でしょって。だから気仙沼に上がる魚を気仙沼で取った生姜で臭み消しして商品にします。っていう、うん、要は物語ができるんですよ。なるほど。行政、うん、が主役にはならないのかもしれないけど。<の>でも。はい 町がそうやって面白くなって市民の気持ちが豊かになってってなればそれは結果的に私たちがやろうとしていることまさにこれベースなんですね地域資源っていうのは持ってるベースであってここから先だって何がどう転がるかもわからないし何も起こらないかもしれないけどその時の環境をうまく使ってどう未来にそれを生かしていけるかっていうふうな考え方はそれは変わらない。 し確かに10年前に震災があったことはそれは確かなことではあるんですけど、うんうん、この時期になるとメディアは風化が進んでるっていうじゃないですかそうですねだけど風化はするんです忘れるんですそれが人間なんです、うん、っていうことを前提に私たちはちづくりをやってきてるんでだから風化しても忘れても命が守れる 街づくりっていうのをそれはしてきてるんでハード的にねうーんハード的にそれはしてきてるんで10年前にあれはあったけども今の本当の実際の姿で評価をしてほしいなという気はしますね10年で相当いろんなことやっていろんなそうです、ね、果実その土壌を作り続けて、ね、そして今も耕し続けてますよそうですねあの 10年の節目とか復興事業がここで終わりますとかっていうことではなくて私が幹にしてるのはまちづくりですからまちづくりに完成も終わりもないんですよまだまだ続くんですうそういった思いでまちづくり進めてきます えー、気仙沼市の震災復興企画部長をされていらっしゃいます小野寺健一さんのお話をお,お,お聞きいただきました、まあ、復興の仕方ってこれ、町によっても様々あると思うんですけれども、まあ、インフラだけじゃないところ全体の町づくりをゴールとしているんだというお話でした高橋さん、どうご覧になりますのところが まあ、独自っていうかね、そういう工夫を持ってやっていたので、非常によ,、ええええ、よいいと思いますね。 うんまああの、これ、今もね、あの話を録音聞いていて、僕も思ったんですが、それこそその、あの行政が主役じゃなくって、土台作りというか、まあ横からのサポートで、基本的にはその街にいる人たちが、あの、いろんなことができるように環境を整備するんだと。で、あの、どんなチャレンジであってもいいと。だから、あの、漁業とは全く関係ないように見える土木、 産業で、うん、インドネシアとつながるであるとか、うん、あるいは生姜作りをするだとかそれが実は漁業とちょっとつながってくるとかっていう、うんまあ、でそこの後押しをするこう環境を街全体として雰囲気としても作っていくっていうことを非常に強調されたんですが、うん、これね高橋さん冒頭であったその総務省の話もそうですけど巨人化行政で自分たちが引っ張っていく行政となんか対極にありますね。<laughs> 本当にね <laughs> あ<の>、まあ、行政って本来はあれですよねインフラ整備みたいにあのなんか縁の下の力持ち的な話でね空気みたいなのをやるっていうのがあの基本なんですけどねな何か,か与えてあげるとかそういうのってのあんまりないほうがいいですね普通はね。はい この民の力っていうものを引き出していくって、うん、これでも、ある意味、政権のテーマでもあるし、うん、もっと言うと、ここ20年ぐらい、そこが議論されてきたはずですよね、本当は。本当はね あの、だから、巨人化やってて、霞が関でいろんなことを支配してるつもりになってる人ってのはどういうことなのかしらね。もう、いっそのことあれですよ。同じ総務省なんで、電波行政は違うんだけど、まあ、同じ総務省ってのは地方に行くでしょ。だから、地方への人材供給だけに徹底してね。ねこれでこういう話をずっと地方でしてたら、巨人化なんてバカバカしいなと思うようになってくれたらいいですけどね。<laughs> ああ、なるほど。結構、あの、都心というか、あの、中央から、あの、まあ、出向の形だ、ね、ね、支援だったりとか、そこからもう居ついちゃったりとかっていう方が、結構被災地各地、その人がいいんじゃないの <laughs> うんいや自分でも行政やってるつもり、もやってるね、あの満足感というか、はい、出ると思いますけどね、なんか中央,<ー>中央で、ね、接待付けになってるというか、はるかに地方に行ってね、あの現場でやってる方がいい, <laughs> いいような気がしますけどね、私なんかそ、そういう現場でやる方が結構好きなんですけどね。<laughs> <laughs> なあ。やっぱ自分でやったことの、こうすぐ結果が見えるというか実感が湧くっていうのは、うん、まあやりがいにもつながりますよね、そうですよね。なんか許認可なんかな、何がどうなったのかさっぱり、なんか、わかんないでしょ。別にてて余計な話だし、あんまり許認可あるから接待受けるわけでね。だから接待受けたいから許認可やってるのかよくわかんなくなっちゃいますよね。うん、だからそういうんだったらこうやって地方に出てね、うん、あの、その地元の人といろんなああでもないこうでもないって言いながら、具体的な行政してるのが面白いと思うんですけどね。えー うーんなんか、それって、それこそあの、東日本大震災、福島第一原発の事故の後に様々報告書が出て、国会事故調で規制の虜っていう話が出てきたじゃないですか。ね、まあ、これもともと経済用語だって話です。まさにこの話で、 ねなんか、がんじがらめになっちゃってるっていうのがあるんですかね。<laughs> この地方の人もね、結構め、めんどくさいと思いますよ。はい、いろんなことやるのに。あの、さっきの。まあ、陳情、陳情になりますもんねそうそう。昨日研修生の話なんかもね、もうちょっとスッキリして、はい、あの、就労ビザかなんかに割り切ってくれれば、すごく簡単に地方の人はできると思いますけど、いろんな地方の制度になるって、その枠内でしか対応できないじゃないですか。うん。えー、今日は、気仙沼市の取り組みについて。 震災復興企画部長の小野寺健一さんのお話、お聞きいただきました。